皆様こんにちは。はじめに昨日開催された関東地方知事会議についてお話をいたします。会議では各都県から国への要望事項が提案をされ、本県からは家畜伝染病にかかる埋却地の確保促進について提案をいたしました。本県では令和2年度に家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザが大規模かつ連続的に発生をし、採卵用の鶏など約458万羽を殺処分するなど大掛かりな防疫対応を行いました。家畜伝染病の早期収束を図るためには、この殺処分した家畜を埋却するための土地をあらかじめ畜産農家が確保しておくことが重要であります。その方法の一つとして遊休農地の活用が考えられますが、現在の農地法では取得した農地を耕作する必要があるため、一部の畜産農家では家畜の数に見合った埋却地を確保できない状況となっています。そこで本県からは、畜産農家が埋却予定地を確保するため、あらかじめ有給農地を取得できるよう、農地法などの例外的な取り扱いを認めること、農地以外の土地を埋却予定地として確保する場合に、農地並みの負担で済むよう、税制上の特例措置などの支援を講じること、について提案をし、皆様方に賛同をいただきました。このほか各都県からは、アフターコロナにおける観光振興や、日本産食品の輸入規制の緩和など、さまざまな要望が提案をされ、1都9県が一丸となって国に強く働きかけていくことを確認をいたしました。今後はそれぞれの要望が実現されるよう、1都9県が連携をして国に強く働きかけてまいります。次にマスクの着用についてお話をいたします。県では市町村に対し、公立保育所などのマスクの着用の状況を調べてまいりました。その結果、マスクの着用に関する市町村の方針と、児童の年代の感染者数やクラスターの発生についてはっきりとした傾向は確認をされませんでした。いわゆる公立保育所のマスク着用が例えば厳しいかそうではないかといった違いが、それぞれの市町村の児童の年代の感染者やクラスターの発生について関連性が見られなかったということであります。これから夏季、夏を迎えるにあたっては熱中症のリスクが高まってまいります。さらに特に児童がマスクを着用した状況での活動は口元が見えないことにより、表情から感情を読み取る機会が減り、児童の発達にも影響が生じる可能性が指摘をされています。そこで保育所などの園庭や近所の公園などの屋外においては、児童がマスクなしで活動することをご検討いただきたいと考えています。なおこの時、児童が常には十分な距離を取れない場合があったとしても、熱中症予防や子どもの発達等も踏まえると、マスクなしで活動することが有用であると考えておりますので、ご理解をお願いをいたします。また県の調査では、園庭でマスクなしで活動しているにもかかわらず、園の外に出て公園等で活動する場合は社会の目を気にしてマスクを着用しているという声も聞かれました。こうした状況から、保護者及び地域の皆様へのお願いです。熱中症などのリスク回避のため、また児童の健やかな成長発達のために、特に屋外で子どもたちがマスクなしで活動することについて、ぜひともご理解をいただくようお願いをいたします。また日常生活での屋外におけるマスクについての考え方は、これまでも国などから示されてきているところですが、具体的な実践例を県として示すことにより、今後の行動の目安にしていただければと考えています。屋外でのマスクについては、海外でのマスク着用義務の撤廃の事例から一律に着用するしないという議論になりがちでありますが、今回お示しする実践例をもとに、さまざまな状況に応じて柔軟に対応いただきたいと思います。まず一人で行動するときは会話もなく、呼吸、発声等で飛沫が周囲に及ぼす影響も低いと考えられることから、マスクなしで問題ないと考えています。次に、運動や農作業など屋外で活動、作業をするときは熱中症などを考慮し、周囲の人との距離を十分に確保するなどに注意しながら、マスクなしを積極的に考えていただきたいと思います。なお、休憩や着替えのためなどの着替えなどのために屋内に入るときにはマスクの着用を忘れないようお願いいたします。これはマスクを不要とする場合の一例を示したものでありますが、そのような状況にあっても、もちろん個人の考えでマスクを着用していただいて結構であります。
マスクをつけるつけないの判断についてはその時の天候、周囲の人の状況や個人の事情を踏まえて行っていただくようお願いをいたします。またマスクをしていない時であったとしても席エチケットなどの実践は忘れずにいただきたいと思います。なお屋内外に関わらず会話をする時や人が密集している時などの感染リスクが高い場合、もしくは発熱または風邪の症状がある時などには従前と同様にマスクの着用が必要であります。最近でも飲食時や飲食後にマスクなしで長時間会話をしている場面が見受けられます。必要な感染防止対策の徹底は引き続きお願いをいたします。私からは以上です。それでは質問をお受けします。はじめに幹事社千葉日報さんお願いします。はい、千葉日報の池田です。よろしくお願いします。まずマスク着用に関してお伺いいたします。一部報道ではですね、政府の方でもこの保育所等でのマスク着用が高いについてですね、まあ、見直しを考えているというような話だったと思います。県ではこういった政府の動きに、まあ、先にしてこうマスク着用のあり方について早期に示すというようなこういう動きになっているかと思います。そのあたりの狙いについてこれまでも知事会やさまざまな場面を通して政府にはですね、このマスクの着用に関して整理をし発信をしていただきたいということをお願いをしてまいりました。また個人的にもさまざまなルートで大臣等と話をしてまいりました。まあ、要望を行っていく一方で我々県としてもですね、せっかく現場を預かる立場でありますので、それぞれの現場市町村の状況をですね、しっかりとアンケート等でですね、ご協力いただいて確認をしてですね、そうしたものに踏まえて我々として県として今の政府の考え方に反しない中でですね、積極的にですね、社会の目を気にするなどによってマスクを着用しているケースであったり、もしくは子どもたちの発育等で懸念をされている現場の声、それを汲み取ってですね、私たちとしてはですね、この感染対策と子どもたちの健やかな発育とのバランスを見た発信をしていく、まあ、こういう考え方の中で今回今日に至ったわけですけれども、まあ、くしくも報道等で政府の方もですね、その保育所のマスクの着用のあり方などについて今後議論していくというふうに聞いておりますので、非常に期待をしたいというふうに思います。ありがとうございます。お話の中で保育所等での感染状況とこのマスク着用の関連性というものが、まあ、大きく認められるものではなかったというお話だったと思うんですけども、まあ、一方で感染状況を見てますと、まあ、10代以下の感染者であったり、まあ、保育所等でのクラスターであったり、まあ、現状でもまあ散見される状況があるかと思うんですが、まあ、このあたりこの感染対策とですね、あとは熱中症等を防ぐためのこの、まあ、マスクをどのように両立されていくべきというふうに知事は考えていらっしゃいますか。はい、まず大事なことは例えば保育や教育施設であったり、もしくは家庭も含めてになりますけれども、いわゆる感染リスクの高いような屋内であったり会話発生が伴う場合などについてはですね、それはマスクの着用も含めてですね、感染対策を徹底していくことが大事だというふうに思います。まあ、一方で屋外含めてですね、感染リスクが一定程度低いというふうに考えられる場合においてはですね、熱中症のリスクであったり、もしくは子どもたちの健やかな成長、上昇のためにですね、そのバランスを見てマスクをしないという選択肢をですね、積極的に取っていく場面があるというふうに考えていますので、いわゆる新型コロナウイルスの感染リスクを下げた結果、別のリスクが顕在化するとする可能性があるということを十分に考慮してですね、全体のリスクを見て判断をしていく、これがこれからの時代に求められてくるというふうに私たちは考えています。わかりました、ありがとうございます。また別の話題でワクチンの話になるんですけれども、昨日の県がですね、ノババックス製のワクチンについて、はい、30日から県内5カ所で開始するだったんです、はい、まずこのノババックス製の期待感みたいなものがあるのかと思います。そうですね、mRNA ワクチンに対してですね、さまざまな事情で接種しない、接種できないという事情を抱えていらっしゃる方々もいらっしゃいますので、そうした方々にとって、新たな選択肢ができるということはですね、喜ばしいことだというふうに思っています。私たちをするとですね、必要な方が、必要なワクチンにしっかりと接種ができる環境をですね、これからも作っていきたいというふうに思います。ここでですね、新しい
すること自体喜ばしいことなんですが、現状のファイザーであってモデルナであったり、なかなか接種が進まないという現状があった上で、このワクチンの廃棄という問題が出ているかと思います、はい、もし県の方でですね、この県内のワクチンの、廃棄の状況であったり、そのあたり把握されていることがあったら。私は県が保管するワクチンを廃棄した事例はないんですけれども、市町村等におけるワクチンの廃棄量については把握はしておりません。できる限り期限が迫っているワクチンを使うなどですね、そうした現場の工夫の中でできる限り廃棄量が少なくなるようにですね、それはそれぞれのところで努めていただいているというふうに承知をしております。ありがとうございます。すみません、最後にですね、成田の小倉美咲さんがですね、山梨の方行方不明なんですけど、2、3週間でですね、状況に大きく動きがあって、残念な、非常に痛ましい結果になってしまった可能性も以前にあるかと思うんですが、知事はこの辺りの推移をどのように見守ってらっしゃったか伺いますか。私もやはり子どもを持つ親としてもですね、この行方不明になってからの状況というのをですね、ずっと報道等でも見てまいりました。今回お母様がですね、無事でいてほしいという思いが報われなかったということでですね、心からお悔やみを申し上げたいというふうに思います。もう本当に保護者の方々の思いはいかばかりかというふうにお察しをいたします。この後まだ捜索やさまざまな捜査等を行われるというふうに聞いておりますので、今後の状況をしっかりと見守っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。同じく感謝 NHK さん、お願いします。お疲れ様です、NHK の桜井です。マスクの着用についてなんですけれども、県の方で調査されたということで、やっぱり知事もこれまでもおっしゃってきましたけど、やっぱりそういうデータとかエビデンスとかを示すのが重要になってくるかなと思うんですけれども、そこら辺知事どうお考えかっていうのと、今回の県の調査した関連性が見られないっていうところはどう発信されていくのかっていうのをちょっとお伺いできますでしょうか。子育て支援課でございます。今回の調査につきましては、4月に各市町村の保育担当課に公立保育所、認定子ども園の状況について伺ったものです。実調査で確認できました各市町村 の、 そのマスクの着用状況、着用の方針と、地域の 年齢別の新規感染者数の状況、それから公立保育所等のクラスターの発生状況を付き合わせてみまして、その結果、着用状況方針と連動する形で際立って多い少ないといったような、はっきりとした結果は見られなかったというところでございます。公表につきましては、ちょっと各市町村の方針非常に様々でございまして、なかなかこう現場でのご苦労もございますので、積極的な公表は差し控えたいと考えております。マクロ的な部分での総括にどうしてもならざるを得ないわけでありますけれども、我々としてもそうした傾向は確認をできているというところですね。あとこの呼びかけの中では、保護者、地域の皆様ということなんですけども、各行政、市町村とか、そういったところに、施設とか、そういったところに対してはどういうふうにこう呼びかけ、一緒に地域の皆様の中に入っているということなんですかね。各市町村とか、各その保育施設とかのそれぞれに。そうですね、我々またしっかりとした文書でですね、情報提供してまいりますので、その中で市町村や各保育施設に参考にしていただきたいというふうに思います。そのアンケート調査の中ではですね、例えば保育所が、少し申し上げた通り、園庭などではマスクを外しているにもかかわらず、外の公園を使う場合にはですね、マスクをしていると。でその背景に、マスクなしで、していたところ注意をされて、トラブルを回避するために、結果的にマスクを着用させているといった事例もですね、あるということでありますので、これは保育の現場を後押しすることも必要ですけれども、一方でやはり地域住民の皆様方にですね、やはり呼びかけをして理解を求めなければですね、
ならないというふうに思いますので、子どもたちの健やかな成長を守るためにですね、やっぱり大人が理解をし、認めていただきたいというふうに思いますので、そのあたりは我々地方自治体の役割だろうというふうに思います。ありがとうございます。ちょっと話変わるんですけど、新型コロナウイルスの関係で高齢者施設の定期的な検査っていうのが日本財団さんが行われていて、で4月でそれが終わって、5月は県の方で続けていると。でこの検査、定期的な検査の有効性っていうのと、あと今後、感染状況どうなるかわからないですけど、どういったふうに続けていくのかっていうところを教えていただけますか。はい、高齢者施設というのがいわゆる最もリスクが高く、感染対策を万全にする必要がある空間、場所、場面だというふうに私たちは考えています。そういう中で県独自でそうした高齢者施設のですね、検査を補助を助成しているわけでありまして、現場からもですね、感染対策、それから従事者の方々の安心も含めたですね、働きやすさにつながっているという声もいただいておりますので、できる限りですね、こうした対策が続けられるようにですね、今現在検討しています。わかりました。現時点だと今なんか月ごとにどう続けていくかみたいな判断みたいになってるみたいなんですけれども、それは感染状況を見てっていうような形になってくる。そうですね、ある程度先をが見えた方がというのは施設のお気持ちもわかりますので、そこは状況を見ながらですね、判断をしていきたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。あとですね、あと2点あるんですけど、ウクライナの関係で支援の状況って今現在どうなっています。はい、現時点で把握をしているのはですね、37世帯60人という形になります。我々県の直接的なその支援の部分では、県営住宅については6戸13人ということで、前回の記者会見からは1戸提供が増えている状況であります。県と市町村の連携をしながらですね、生活資金の部分であったりですね、もしくは教育やさまざまな面についてですね、今現在支援を行っているところです。あと日本語学習の部分では、県内1カ所で5月の17日からですね、避難民を対象とした日本語教室を実施をしております。今後も日本語を習得できるようにですね、避難民の方々のそれぞれのニーズに応じてですね、市町村と連携して支援を届けていきたいというふうに思います。ちょっと長期化してきましたので、またさまざまな支援が必要になってくるだろうというふうに考えています。ありがとうございます。すみません、あと1点だけよろしくお願いします。福島第一原発の話になるんですけれども、東京電力は処理水を1つ詰めた上で海に放出するという計画を出していて、それを原子力規制委員会の方がそれを了承したということで報道出ていますけれども、千葉県も少なからず関わりがあるとして、知事としてどのような関係があるのかのをお聞かせ願いますでしょうか。原子力規制委員会が放出方法の安全等を審査した上でですね、了承されたというふうに認識をします。で、私たち千葉県はですね、これまでも政府に対してですね、例えば関係団体等への丁寧な説明、意見交換であったり、処理水の安全性の担保、さらには風評被害が発生した場合のですね、対応であったり、損害賠償などについて要望を行ってきましたので、引き続きですね、政府には丁寧に対応していただきたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。続いて各社様よりお受けします。いかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞さん、岡田です。マスク着用です。わかります。例えば山梨県などでは、知事の方から部活動でのマスク着用をですね、飛沫感染を防ぐというのを非常に重要視すると思います。こうした自治体ごとにですね、ややマスクの着脱をめぐり、見解や発信の仕方が分かれているように思いますが、この点をどう受け止めていくかですね、またこうした現状の中、政府としても、例えば明確なルールだったり、旗振りというのをどのように今、やっているか、見ていくというか。はい、まずそれぞれの県ごとのですね、例えば医療提供体制やさまざまな実情があろうかというふうに思いますので、まずそれぞれの状況があると思います。その上で部活動については、例えばその屋内において比較的至近距離で、呼気のやり取りが
発生しうるような部活動も中にはありますので、私たちもそうした部活動の場合に関してはマスクの着用が必要なケースもあるかと思いますし、もしくは部活動の時に、今までもこれまでもクラスターの発生の時にあるのが、部室においてそのままマスクなしでの会話が発生したことによってクラスターが発生するケースがありますので、そういう部分の注意は改めて並行して行っていきたいと思います。しかしながら、冒頭で申し上げてきた通りですね、屋外において、我々の整理したケースにおいてはですね、マスクなしで活動することを積極的に考えて良いというふうに思っています。で、最後に政府に対しては、そういう意味でそれぞれの自治体、県ごとに考え方が違うというのは私は決していいことではないというふうに思っていますので、政府によってですね、科学的知見、全体バランスしっかり考慮された上でですね、統一的な考え方をできる限り早く整理し発信をしていただきたいというふうに思います。です。今政府の方でも議論はされていると思いますけれど、現在の政府答弁方針だと、十分な距離が取れればマスクは外して良いという言い方だったと思います。今回発信はこうした政府方針とか、それともこうしたものを解釈の中で、基本的にその政府方針とですね、に逸脱しているものではないというふうに思っています。大事なことはですね、さまざまな条件があればマスクを外すことも可能だよという表現ではですね、現実今起きているように必要のない場面においても結果的にマスクの着用が続き、熱中症であったり別のリスクが顕在化している状況が起きているということになります。ですので私たちは改めてですね、今の現状を確認をした上でですね、全体バランスを考慮してより必要のない場面においてマスクなしを選択することがやりやすいようにですね、メッセージとしても明確に整理をさせていただいたというふうに思います。他いかがでしょうか。毎日新聞さん。毎日新聞の石川です。マスクのことでちょっと伺いたいんですけれども、このタイミングでこういった提案を出されたっていうのは、熱中症とかそういった部分が大きいのか、それともその、その感染の波ですとか、あとそのワクチンの接種率とかで、相対的にリスクが下がったっていうふうに判断されたのか、その辺についてちょっと教えてください。はい、おっしゃったこと全てが要因であります。我々としてもですね、熱中症のリスクが高まってくる時期までにはですね、しっかりとした方針なりメッセージを出すことが必要だというふうに考え、これまでも政府にも求めてまいりました。そして感染状況、それからオミクロン株の特性、ワクチンの接種率の進展、こうしたものを考えたときにですね、感染リスクとそれ以外のリスクをしっかりと天秤にとってですね、考えた結果ですね、例えば児童の健やかな成長のためであったり、全ての世代における熱中症のリスクを考えればですね、我々が明示したような事例においてはマスクなしが選択が十分にできるということで、今回整理に至ったものですね。あと今後もマスクっていうのはこういうふうに段階的に外していくことになるんじゃないかなと思うんですけれども、県としてはそういったものもその具体例というのは今後も提案されるのかということと、あと今回の内容というのはその政府の方針とあまりその整合性がずれてないというか整合性があるものだと思うんですけれども、その今後仮にその提案される場合にその政府の整合性を一応考えてその県民に混乱がないようにやっていくのか、それともその県としてエビデンスが取れたものについては積極的にやっていかれる、踏み込んでいかれるのかというとどちらになるか。基本的に私たちは政府の考え方、これは別に政府の考え方というのは最終的な疫学的な知見に基づいているわけですけれども、その疫学的な知見に基づいた中でその示された範囲の中でどのポジションを取るかっていうのでかなりの差があるわけですね。その範囲の中において私たちは現場のさまざまな知見であったりデータであったり声をもとに一番バランスのいい選択指針、
メッセージを出していく、これが私たち千葉県の考え方であります。今後もこういったテーマを、段階的に出されるっていうお考えがあるってことでいいですか。我々は今これまでも整理をした上で出していますので、現時点でここから何か別の分野において踏み込んで何か発信なり整理をしていくのは現時点では考えておりませんけれども、例えば新たな科学的知見であったり、新たな専門家の見解が示されていく中で、先ほど考えた申し上げたポリシーに従ってですね、発信をすることはそれはあり得ると思います。ちょっとマスクのトラブルを防ぐために地元の方にもその理解を求めたいということなんですけど、それはその保育所とかだけのことではなくて、全体的なこの自転車とか散歩とかそういうところも含めてってことでいいんですかね。それとも保育所の話なの。そうですね、全体的ですね、全体的な部分について県の考え方をお示しをしてますので、この考え方を県民の皆様にはご理解をしていただく。特に、子どもたちに関してはそのマスクを着用をした場合のリスクというのが、大人以上に高い状況にありますので、その点について、県民の皆様方に、改めてご理解をお願いするということですね。ありがとうございます。他いかがでしょうか。TBS さん。TBS テレビです、今週の土曜日にバニアンのゴールデンスタイルの布団が別の出展が、あるのです、まだ記事も、簡単にご予定だと思うんですけども、改めて前夜にこの記念すべきゴールデンスタイルが設置されることへの、期待感といいますか、あとはゴールデンスタイル日本では残らない一つしかないものだと思うんですけど、この本地学の教育だったりとか、少しなんかちょっとなかなか難しい説明もあると思うんですけども、熊谷の期待や、そしてあとゴールデンスタイル打ち込みのこのようやくこの2021年の5月にそれができるというこの受け止めをお願いいたします。はい、このチバニアについてはですね、国際機関に認められる、そのプロセスに至る前からですね、現地に、市長時代も見に行かせていただいたりですね、さまざま活動されている方々とも交流をしてきましたので、ゴールデンスパイクの時がですね、いよいよやってくるというのを感慨深く思っております。これまで、研究であったり地元で理解促進に努められた方々であったり、市原氏さんなどのですね、ご努力の賜物かなというふうに思っています。大事なことはですね、これを機に、チバニアンの、学術的価値であったり、もしくはその地学そのものに対する理解を、どのように、市原氏や県内で広げていくのかで、市原氏さんがこの前も小出市長などからもですね、そうしたさまざまな将来に展望についてお聞かせをいただきましたけれども、そうした市原さんのお考えや方針が少しでも実現できるようにですね、県として後押しをしていきたいというふうに思います。難しい質問になってしまうんですけれども、ゴールデンスパイクの何がすごいか、そもそもチバニアンなんですけど、何がすごいのかというのは、一般の県民や一般の国民とか、報道の記事に期待するものなかなかちょっと難しくて、なかなかどうすごいのかなっていうのが分かりにくいかなというのがあると思うんですけど、その別にも誰もであるというのは、小出市長といろいろ企画をされてっていうのを実際に行ってますけど、熊谷市としてはどういうところがこのゴールデンスパイクの見どころだよ、スパニアの見どころだよっていうようなのをなんかアピールするようなものですか。多分その、僕も現場何回も行ったことあるんですけれども、多分その現場を見て、地学に関心のある方は別とすると、多分その場面だけを見て何かこう興奮するというものではないというふうに思うんですね。そこの場で、解説があって、かつそのビジターセンターなどで改めてその地軸の逆転の現象であったり、もう少し広い、地学的な部分もこう、なんか分かりやすくっていうんですかね、楽しく面白く、聞いて、結果満足いただくようなものに、だというふうに思っていますので、どのような形でそのビジターセンター等を作って展示をしていくのかというところもね、現地での、 その解説ボランティアの方々は大変素晴らしい方々ばかりですので、そうした部分をどうするかっていうのが課題ですし、市原さんが今いろいろお考えになっているというふうに承知しています。
ありがとうございました。他いかがでしょうか。産経新聞さん。産経新聞のものと言いますけれども、マスクの件なんですけれども、今回の呼びかけっていうのは、保育所などってあるんですけれども、資料の2ページ目の方の実践例を見ると、その下の方に農作業とか工事現場での作業っていうのも出ているんです。これはどう受け止めたらいいですか。2つあるんですよ、今回の発表というのは。なので、保育所における、考え方の話と、それから一般全体に対するその屋外に関する考え方と、その2つの考え方が盛り込まれているというふうに考えていただければいいと思います。本日はじゃあ保育所におけるものというのは飛び出しして、それ以外 その一般に対する人の例も2つ出しているということなんですね。そうですね。わかりました。あと、ちょっと、まず別件なんですけども、洋上風力の件でちょっと伺いたいんですけど、昨日企業向けのオンラインの説明会が、特別会議室から発信であったんですけども、この洋上風力に対する県としての関わり方っていうのをちょっとイメージしたいんですけど、あくまでこの主体っていうのは事業者と地元の市町であって、県はサポートするというイメージなのか、それとも県も事業者とか市町と同じくらい主要なプレイヤーとして関わっていくってどちらなんでしょうか。なんていうか、我々県とすると、まず一つはですね、基本的には事業者とそれから地元が中心になってですね、進めていくものだというふうに考えていますけれども、我々県としてはですね、当然ナーライコの整備含めたそうしたビジョンを実現するためには、県も主要なプレイヤーであることは間違いありませんので、一緒に我々もプレイヤーという認識のもとでですね、その洋上風力発電というのは、例えば銚子であれば銚子やその周辺の発展のために資するように我々も責務を果たしていきたいと。それからあとはですね、当然ながらさまざまなパーツであったり、さまざまな産業への裾野が期待されますので、これは銚子のみならず千葉県内の中小企業などに対してですね、こうしたプロジェクトに参加できる機会というのを積極的に作り、コーディネートする、これは我々県の役割だというふうに思います。今県内では銚子、泉、九十九里沖って3つ出てきてますけども、4つ目以降の海域を選ぶことになる場合に、その県として4つ目とか5つ目っていうのをなんか提案というかですね、こういうところがありますよっていうような、そして積極的に関わっていくっていうようなこともあるんでしょうか。これまでその比較的千葉県のその3つの地域がですね、その地元やもしくは漁業関係者も含めた合意形成が比較的こうスムーズに進んできたというのは、その例えば県がこうしたいとかですね、そうした行政的な理論であったり考え方を前面に出さずに、地元の方々が中心になって考えていくというのを尊重してきた結果だというふうに思っていますので、このあたりはですね、我々としてはですね、当然サポートは様々していきますけれども、しっかり地元主体の中でですね、一つ一つのプロジェクトであったりステップが進むようにですね、取り組んでいきたいと思います。地元から声が上がってきたらそれをサポートするっていうスタンスですかね。ありがとうございます。いかがでしょうか。新聞さん。すみません、朝日新聞の藤谷と言います。ちょっとマスクの話に戻るんですけれども、今回保育所におけるマスクの話と一般のお話と2つされたということですけれども、その熱中症とあと発育ということを見て挙げられましたが、これは保育園児に限らず、小中高校生にも共通することかと思うんですけれども、保育所園児に今回注目してこういうふうな広報されるというのは何か理由というのはあるんでしょうか。これはその一番その保育所の年齢ですよね。保育所にいるこの子どもの年齢というのが非常に重要な時期になるわけですね。この辺りが見えるということだと、実際に現場からもですね、例えば表情が見えにくくなり、子ども同士を踏み込んだ感情の行き来が減った気がするですとか、口元が見えない状態が続くことで発音や発語に影響を感じるというような、そうしたですね、いわゆる一番重要な発育の部分に影響が出る可能性がある。これはある種その就学前の児童幼児乳児特有の重要な時期になりますので、我々は特にその点についてですね、バランスを見て申し上げているという感じですね。そうすると、じゃあ今後、例えばその
小中高でも同様の発信をされるとか、そういうことは別に特段現時点では考えてらっしゃらないですね。現時点ではそうですね。なので政府のであったり専門家等の観点からですね、例えば小学校においてもそうした考え方が出されるのであれば、ただそうだというふうに思っています。ただ申し上げてきた通り、我々熱中症のリスクに関しては、その要は就学前は先ほど言ったとおり、発育の部分でも大きな影響があるということですね。で小学校においても、例えば低学年においては保育所の、ね、年齢ほどではないけれども、やはり影響がありますし、それから熱中症に関しても影響が十分あるわけですので、体育の授業であったり屋外において、我々が一般で申し上げている通りですね、まあ、積極的にマスクを外すということを考えていい場面があるよということをお示しをしています。分かりました、ありがとうございます。ちょっと確認させていただきたいのは、その調査をやられたのは、そういうその、まあ、熱中症プラスその発育への影響があるというふうに、まあ、考えられて調査をされて、その結果その、まあ、マスクの着用と感染状況との間に関連性が見えないので外してもいいという判断をされたと、こういう、まあ、経緯というんですかね、そういう問題意識の中で調査をされて、その結果をもとにこういった判断をされたという理解でよろしいでしょうか。まずもともと保育の現場においてマスクの着用によって、そうした発育の問題を含めたそうしたリスクが顕在化をする、その懸念があるということが、もう以前より現場で示されておりました。また我々自身、これまでの疫学的な考え方の中でですね、その屋外におけるマスクというのは必ずしも必要ではない、その場面によって、そうした考え方がありました。その上でこれから熱中症のリスクが出てくる、よりそのバランスが変わってくる時期に入ってきている。でそういう考え方なので、我々はメッセージを整理していたわけでありますけれども、念のために我々としては感染リスクが高まるかどうかについて、先ほど申し上げた通り、市町村 の, その方針の違い、かなり方針に違いがあることが市町村の調査によって分かってきましたし、その違いによってその市町村の児童の感染状況やクラスターの発生件数に有意な関係性が見られなかったということをもって、これは我々として発信が可能だということでですね、今回に至っているという感じです。よく分かりました、ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。